いつき君? パフォーマーが集まるミラクルステージ!
いらっしゃいませ。 すごいわね。 それにしてもすごい熱気だな。キリアとツルギヤシロの合同ライブだよ。当たり前だよ。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか、そのツルギヤシロって。こんなライブ畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうね。畑中八房。 2人とも、そろそろ始まるよ。 Oh,
翼が進めてた理由がよくわかったよ。でしょ？キリアさんは歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーをあげられるの。翼？翼、どうかしたの？私も聴いている人を元気にしてあげられる歌、歌ってみたい。キリアさんみたいに輝きたい、ステージの上で。翼、決めた。私決めたよ、美月くん。だからこの前に言ったことは忘れて。この前？お姉ちゃんと違って私はアイドルに向いてないって言ったこと。見ててね、私絶対にアイドルになるから。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。なれるさ、応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど、きっと翼の力になる。いつきくんの応援があれば100人力だよ。自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。マイコさん、キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなたが感じているものよ。そしてそのパフォーマーは、翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。新しい扉。さあ、このまま次の八代くんの。俺たちにしか見えてないのか。あれ、体が大丈夫。全部めんどくさい。でもなんでこんなにめんどくさいんだ。なんなのあれ、ミラージュの攻撃。でもあんな現象は見たことない。逃がさないわよ。